はい、皆さんごきげんよう。キーカンオン T シャツということでですね、 T シャツとロック音楽について、お話をしているチャンネルなんですが、今回はですねゲストとしてもう20年ぐらいか、ね、20年ぐらい、ね、こういろんなところでいろんなあの仲間をやってる推進さんが来てくださってます。です、よろしくお願いします、はい、ね、20年ぐらい前っていう出会ったのは、ね、なんていうの、地元の友達の働いてるところが一緒だったっていうことで、うん、広瀬さんを紹介されて、でただその時に全然こういうことって全くない、うん、知らないんです、知らないね、こんなに T シャツ好きなんだっていうのはこの番組を見てそうだったんだ、音楽は好きなのは知ってたんだけど T シャツのこととかって一切言ってなかったから、ただファッションにこだわりはあるのはもう前、まあ、いろんな仕事のところとかそういったところとかで知ってたんですけど、ね、こんなにこんな番組やるほど T シャツの人だとは認識してなかった、知らなかった。でも覚えてないかもしれないけど、ほら昔はだいたい四半期に1回、はい、半期に1回必ず集まってたじゃん、定期的に、はい、その時に俺必ず僕はその実はロック T シャツ着てました ね, ね, そうですね。で唯一ツッコミを入れてくれるのが推進さんだけ で、ね、他の人全員全く興味がない、まあ、全くないなって感じですよそう、ね、ただなんかあまりそんなにそこまでじゃない、ファッション的に広瀬さん働いてるところ、うん、前のところ仕事の関係上、うん、そういったファッションのこととか的に捉えてるところもあるのかなと思って使ってる方かなと思って、で大体こういうのってなんかこのバンドの T シャツ着てる、よし、うん、よし、じゃあ好きだなと思って突っ込んで、いや知らないんですけどって言われた時のショックってあるあるじゃないですか。最近のあるあるですよね。それがやるから、どうなんだろうな、まあ多分ファッションこの人はファッションで着てるんだろうなって気に思っちゃったですね。そっかそっか、まあ当時そんなにロックの話もでも、まあ、ちょいちょいはしてたけど、ちょいちょいはしてたんですけど、ね、どっちかというとオタクの話の方で入ってたもんな、ね、あと周りがだんだん引いていく、大事がだんだん明らかに興味を出していくっていうのが分かるんで、やめとき、ここが仕事気だなっていうのがやんなかったって感じですね。当時は 10人ぐらいかな、ね、そうですね、つるんでてやった感じですね。秋葉原の方とかオタクの、そうですね、街とかに繰り出して行ってた、ね、やってたんで、別に僕その時から普通に T シャツは集めてたりとかしてたんですけど、まあね、うん、全然そういう感じではなく、知ってたらもうちょっとなんか話があったなってたかもね、というのを20年越しになってこうやってなんかそう、で今更20年越しに、で今日会うにも実はまあコロナとかいろいろあったから、はい、3年半、ね、4年ぶりぐらいに会ったんでね、はい、でもうじっくり実は T シャツの話するのは初めてですね。ということで、ちょっと今回は推進さんをゲストに、はい、やってみたいと思います。よろしくします。今回はオタクすぎてツッコミが入れられ、でまず最初に取っかかりとして、まあ、さっきねちょっとお話ししたんですけど、我々オタクの仲間で世界的なイベントとコミケに半年に1回行ったりとか、はいはいはい、ね、秋葉原の辺で別に約束もしてないけど、はい、あそこにいたみたいなことがよくあった、はいはい、ありましたね、隠れ家でありました、はいはい、2000、はい、ちょうどね、はい、5、6年、はい、7年、8年ぐらいまでやったじゃないですか、はい、でそんな中で僕としては推進さんは割とねオタク界隈のメイン活動はそこかなと思ってたんですけど、はい、ね、まあ、話もそういう話多かったじゃないと、はいですね、で今でもその辺は、まあ、ちょっといわゆる物書き的なやつとかは、はい、もう趣味で書くのはまだやってるんですけど、うんうん、どっちかというともう僕は声優系が好きで、声優さんが好き で、はい、でそこからまあ、アイドルもだんだん見ていって、うんうん、まあ、AKB とか行った後にだんだんもうち、まあ、お約束のコースなんですけど、地下アイドルに行って、潜ってくるイントゥザワイルドじゃないけど、イントゥザワイルドじゃないですけど、ちょっとアンダーグラウンドの世界に階段を降りていったんですよ。なるほど、割とそういう人多いですかね。まあそうですね、身近なとライブ感みたいなところとかを求めてっていうのは綺麗な言い分なんですけど、まあ、別に単純に近く可愛い子に近くで見れるからとかそういう人もいるんですけどね。なるほどね。ただちょっと音楽的にもうめちゃくちゃな世界なんですよ、ね、はいはいはい、なんかロックっていう言葉があったら、ロックの中にじゃあそういったプログレがあったりとか、うん、まあジャズロックがあったりとか、はいはいはい、まあ、そういったジャンルある中でアイドルっていうのがあって、そこからまあいろんな音があるみたいな感じなんですよ、ね、アイドルって一括りにしても音もいろいろ、音もいろいろありますよっていうところがあって、なんか変なのがあったりとか、なんかもう
もう普通にあの打ち込みのレイブ機的なやつがあったりとかあったと思えば、まあプログレ的なのもあったりとか、あとなんかちょっとオルタナティブロックをどう考えてもこの人90年代のオルタナティブロック大好きだったな的なのがあったりとかってあったりとか、もうあと70年代ロックのような音をやってたりとかいろいろあるんですよっていうので、まあなんかちょっと面白い世界だなっていうところで結構ハマっていってる。あ、まあアイドルって一括りにしてもそういろいろまあ細分化されてるっていうのが今で、まあ地下に行ってみると、うん、あのだんだんよくわからないいろんな、うん、あの人に会うんですよ。ロック大好きだったあ、そこにアイドルのその地下のね、あの集まりにもいろんな人が来てるからあのいて、うん、T シャツとかが、はいはい、なんかあのなんでお前こんなここに来てるんだっていうのがあって話、まあ普通に息をするようにスレイヤーの T シャツは、スレイヤーはまあ当たり前なんですね。で前並んだ時にあの地下アイドルの握手会に、はいはい、特典会に並んでたら前に一緒したモービットエンジェルの T シャツを着ててあっと思って話しかけたらあのそこで仲良くなってみたいな感じがあったりとか、あと僕この前ストライパーの T シャツを着てあのライブ行ったんですけど、したらなんかあのまあ、知り合った人なんですけど、来たらあいいの来てるねって感じになってあの通じるんですよ。 でライブハウスから階段上がってったら知らないお宅からお夏いなスライパーだとかって言われるっていうぐらいいるんですよ。でもね、あのなんだろう、それを夏いなっていう年齢層が大体なんだ。申し訳ないんですけど、あのメタリカ着てる若い子とかは、赤い子はメタリカとかアイアンメイデンを着てるんですよ。あのよくね古着で見がちなメタリカとか、ね、着てるとかアイアン着てるけど、分からない人は普通にあの着てて、あのただどう考えても、うん、あの歴史の商人みたいなオタクもいて、僕フロイドのザ・ウォールが僕大好きなんですよ、はい、うんうん、でザ・ウォールの叫んでるあの人のようなあのやつ、うん、イラストとかあれ、あのね、あのなんて言ったの、ね、あのウォールの、はい、あの映画のね、ウォールのあれの絵のが大好きで、うん、であれ着ていってたらあのオタクの人から話しかけたフロイドっすねって話しかけて僕見ましたよ、前の来日公演前の来日公演っていつ94年です。いや、あのそう、あの名古屋の外資ホールで見ましたよと、ネタが飛んでましたねとかってえってなって、あの、はいはい、僕言ってるのアイドル現場なんですよ。あのアイドル現場であの飛んだ豚の凄さの話をされてとかってあるんで、そう、ライブも話脱線するけど、あのアニマルズの曲1曲もやらないのに豚だけ飛んでた、豚だけ飛んでたのもうけど、その人は言うには豚が飛んだからもういいやっていう話をあのアイドルの現場で握手会、特典会に並んでる中で知ったりするんですよ。完全に、まあね、産業ロックの、ね、ロジャーを出す抜けた後の抜けた後のとかっていう話ができてしまうので、なんかそういうのもあってなんかだんだん心地よくなっていくんですね、さらに。なんかまあね、こんな趣味の話できる人いないよなっていう、なんか普通に街中であの普通にライブのところ行くよりもなんか深いやつは深いんですよね。なんかまあそういう、それでもどっちかというと地下アイドルオタクの現場です。はい、あ、そうですね。あのただおかしい人はいくらでもいて、あのガンズを前いたらガンズが暴動を起こしてライブに行った、あの帰ったやつね、そうそう、帰ったやつと行ったとかって人もいたし、初来日なんかそのうち探していけば、いや俺箱根のアフロディーテでフロイド見たよとかっていう人とか、ビートルズの武道館見たよって人もいるんじゃないかなっていう。いやいや、もうそろそろね、5年齢的にちょっとね、そろそろ厳しいラインだけど、なんかマジで行かれないなって、アフロディーテだったらいるかもしれないなっていうぐらいな感じのすごいんですよ。なんかなるほどね、というのがあって、まあなんか面白くて、まあ、ハマっちゃってっていうのが、まああのまあ、いろんな人がいていろんな音があってっていうところが、まあ、地下の面白さなっていう。まあね、一回一緒に行ったっけ、あの、ね、声優さんのやつで、はいはい、それ僕もねその、まあ、連れられて行ったんですけど、どうしてもその、ね、生演奏じゃないじゃん、ね、カラオケだったんで、はい、ちょっとね残念な感じしたんですけど、はい、やっぱアイドル そのコンサートも生演奏のやつとかもあるんですか。あるんですけど、あるんですけど、うん、まあ、あのなんと言ったらいいですかね、うん、あのところどころ居心地のすごい音が合ってるところがあるんですよ、はいはいはい、うん、なんかもう普通にあのなんかあのもう音のこの人の音はもう明らかにこういう音をやりたかったんだなみたいな、うん、もうあのさっきも言ったようにあの90年代オルタナティブを追加してきたような音がやってる人のバックバンドがやるところはもう明らかになんかもう、あ、なるほどね、まあ、そんな ノイジーな感じでなんかもう明らかにどっかで聞いたことあるとかっていうのが、あ、そういうことね、とはやるんですけど、そうじゃなくてもう
職人がプロフェッショナルにその音を再現するだけみたいなグループを、まあ、いわゆる音的にそんなに王道的な当たり障りのないことをやってるところのやつをやっても別に何もないんですけど、ただもう趣味を、まあ、言い方悪いんですけど、俺たちができなかったことを今この子たちにやらしてる的なやつってあるんですよ。なるほどね。的なやつをやるくと、もうなんか兄でニヤニヤしてお前もこうだったんだなって、お前もこの世界を通過してきたんだなって、お前スーパーカー大好きなんだなとか、なんかそういうのとかを感じるグループはたくさんいるんですよね。なるほどね。じゃあバックで演奏してる人も、もしかしたら割と年齢層もももちろんアイドルと同じぐらいなんで、まあ、ちょっとやっぱり、まあ、ちょっと人もいるし、まあ、若い人もいるしみたいですね。僕ちなみにさっき、うん、昼間見てきたのは、夢際ラストガールっていうのがどっかで聞いたことある、はい、どう考えてもスーパーカーが好きなんだろうなっていう夢際ラストボーイみたいなやったんで、ちょっと興味持って聞いたんですけど、これは切ってもいいですけど、あんまり夢際ちょっとスーパーカーじゃなかったんですけど、はい、ただもうバンド名だけで聞きたくなるとか、まあ、そういういるんですよね。なんかだからバックバンドでも、まあピンキリ、明らかにこだわってるようなところがやるバックバンドはもう楽しくて楽しくてしょうがないんだろうな、この運営さんこのバックバンドやるのはとか、ちょっと見るし、もうやりました乗せましたみたいなやつもあって、なんか別にそれはノリが大したことない。じゃあそれも割と見に行って、あこれはこうだなみたいなの行かないと分かんない、まあ、そう。ただ、まあ、この手の音を作ってるところは、うん、もう絶対にここの人たちはもうやりたくて やってんだな、ま、もう好きでしょうがないんだろうなっていうところがある。ああそういうもん、ね、メロコア、まあ、やっぱりメロコア系とかのやつとか、まあやっぱり言い方悪いですけど、90年代にキッズ時代を迎えてた人間たちが大きくなって30代40代になって運営さんになった時に、じゃあやりたいって時に、じゃあ90年代って何かって言ったらナンバーガールが好きでしたとか、エアジャム世代ですとか、もうなんかそういったものとかが結構乗ってきて好きだったんだなっていうのは分かるっていうのを、40代のおっさんがこうやってアイドル女の子を見ながら、なるほどなって腕を組みながら思うっていうのが楽しみの、いや、ある意味一つ楽しみ、お前ら分かるよ、やっぱ可愛い子が好きな音楽やってるの最高だもんなっていう感じになるっていうのがありますけど、なのでひろしさんもちょっとまあたまに言おうかなね、こうたまに勧められて、一応勧められたやつは聞いてはみるんですけどね、まあ、前回勧められたのはそのプログレ的なアイドルのやつ聞かせてもらった、はい、それもねちょっとやっぱりライブ見たんですけど、はい、ね、カラオケだったんでちょっと、いやこれプログレでカラオケ、けど今度ゼップレベルでやりますからね、その あそうなんです、それは生です生で、ちょっとまたそれはちょっとなんか聞いてみてほしいんですけど、はい、ただ、はい、今ちなみにこれが、はい、ただ今僕は言ってるのはこの名古屋のアイドルグループなんですけど、これ名古屋のアイドル、はい、ちょっといつものパターンなんです、これ見せるようになってるんで、これ全部ね、はい、裏はないんですよね、これちょっと可愛いイラスト、裏はないです、あこれ何、よくあるのはない、大体ないんですよね。あそうなんですね。まあ、これ名古屋のアイドルグループの、はい、アルファテイル、アルファテイル、アルファと、まあ、テイル、物語のテイル、アルファテイルっていうグループの、僕の推しメンのアムちゃんっていうこの描いた生誕イラストなんですね。アムちゃん、アムちゃんです。アムちゃん、アムちゃん、はい、アムちゃんが、はい、アムちゃんです。検索、アムなんかこれツイッターのアカウントもあるんで、はい、出しておきます。出してください。はい、お願いします。が描いたイラスト、描いたイラストで、まあ、この子は絵心あるんで。うん、まあね、可愛らしい、可愛らしくて、ちょっとなんか変な感じのやつが不気味な感じの、はい、首が風船になって飛んでる、そうそうそう、スイリー、デュラハンって自分で言ってたんで、はい、あれです、はい、スリーピーホローとかああいったものとか好きなんで、あ、まあ、こういった確かに、ね、そうです、ちょっと、うん、ナイトメアビファクリスマスっぽいイラストか、はい、僕がデフレパードのヒステリアの T シャツを着てくと喜んでくれるんですね。気持ち悪い、また気持ち悪い T シャツでやってきたっつって喜んでくれる、ね、ヒステリアもこの人出してるけど、三角の中でね叫んでる絵のイラストのね、不気味な、あとがさっき言ったフロイド のウォールの T シャツ、ウォールの T シャツ、あれも叫んでますもんね、また気持ち悪い T シャツで来たって言われて、おじさんはニコニコしながらそっかーって感じになるっていうのがだんだん孫がちょっとおじいちゃんこれ何ってなった時にこれはねっていうのが楽しくなってくるんですよね、なんかね、なるほど、はい、なんだけど、まあ、ただ美術的なものとか好きな子なんで、まあ、バンドの T シャツとか言っても、はいはい、
なんか受けがいいんですよ。なるほどね、はい、なんかこれは割と最近の、あ、もうこの前の推進さんの推し、はい、生誕祭の時の T シャツで、生誕祭、はい、今日、まあ、そうだ、ワズボーンって書いてあるね。そうです。で今日僕はこの、 あの広瀬さんちのところに来た、そう、来る前に単純にあのこの遠征の明日もあるんですけどそのために僕は来たという。東京でライブがあったの、はい、東京でライブがあって、明日も普通2回あるんで、はい、そのために来て、ただその時にちょっと T シャツの話も前ながら誘われてたんで、そう、まあ、これはついでに寄ってくれて話してくれて、まあぜひね、これ僕も今度と見てみます。YouTube とか ありますね。ありますけど、あの生演奏、あのアイドルで生演奏やってることはほぼない。あ、まあ、ないんで、ないんで、ないので、ただあのぜひ見ていただければ。あ、見てみます。はい、あのテロップここに出てますから。はい、これで、あの概要欄にもちょっとね。はい。公式とか貼ってきます、ね、あの来ること、ここに来るってこういうの番組撮るんだよって今日行ってきて、僕いねってきながら来ましたから、ね、あ、そうなの、行ってきましたから、ね、見てくれるかな、じゃあ見てくれるって言いましたよ。マジで見てくれる、それはなんかぜひ見てくれるって言うんだけど、あのどんぐらいの人が見てくれてると思うんだよって言われて、いや、あのこれロックマニアしかちょっと聞かないんですよね。ロックマニアどころかね、もっと狭いところ、ロックマニアの、 あのビートルズで一番好きなのジョージ・ハリスンっていう人たちばっかりが見る番組なんです、これ。あの全然そう、そう、あのブラックサバスだとイアン・ギランのアルバムが一番良かったとかっていう、イアン・ギランの、そう、あれは俺はあのいいか、それはあんまり言わない、はいはい、僕はトニー・マーティンです。僕はってオジー・オズボーンですかね、はい、認めないあの、はい、あのとかの人たちが、あのデヒューマナイザーとかが好きな人たちが見る番組がこちらだと聞いてるので、これね、それ脱線するととんでもないことになる、はい、すみませんでした、あのというあのちょっと難しいこと言うかもねっていうふうなことを言ってきたんで、あの、はい、そしたら紹介だけはしてくるよっていうことで、あのちゃん見てる、もうすでにあまり分かりにくい話になってると思うんですけど、すそれでも割とね、こまだ多分ね、これ分かるけど抑え気味で、だいぶ抑えてますね、抑えてこれですからね、だいぶ抑えてこれですね、抑えてこれなんで、なんでこれが20年前にできる、なんで出会った頃にしなかったのかっていう、なんでしなかったんですね、僕、うん、めたの、あ、でもね、たまにちょろっとそうなった時、やっぱ周りがね、あの置いて、まあ、そうですね、お前ら何喋ってるかわからんみたいな空気になるから、ね、あの時広瀬さん来たのって、結構キメの T シャツを、うん、前もあのこの番組内でもおっしゃられたんですけど、うん、なんかこのキメの T シャツだ的なやつとかを着てくる時があって、うん、あ、すごいいいのがあって、まあね、の話出てくると、だんだん周りの顔が明らかに、まあまあ、そうそう、うん、何のことかわからんみたいな、まあ、話になる感じだったんで、できてなかったんですけど、ね、いや、ちょっとこうやってこれ、僕できて、ね、うん、よかった、ね、よかったです。でも、当時から、でも、そう、僕はそう、あんまりその、広げてはなかったけど、プログレね、ピンクロイドの話とかね、はい、たまにしてたもんな、はい、僕もよくピンクロイド来てたんで、そうなんですね、僕そうですね、まだに探して、あの、うん、あんまりそんなについがそんなに出たばっかりの時ぐらいに、そう、90ぐらいに、あの、聞き始めて、僕そっからプロイドそっからですから、ああ、もう一番最後のアルバムが出てそっから入ってて、うん、で、あのアイドルの時もジェスチャーで聞きまくるんですけど、僕一番好きなアルバムはウマグマだったんです。ウマグマなんです、まあ、ジャケットはいいけどね。ジャケットはいいんですけど、また着ていったらまた気持ち悪いってやつを着てるって言われて、顔面何も見えない人がずらっと並んで、ちょっとずつ変えてるからね。僕あれを着ていったらまた気持ち悪いってやつを着てるって言われて、またね、音もわけわかんないことだったんですけど、わかんないですね、なんか友人ケアフルリザーズとか、まあ、最高の曲ですね。最高なんですけどね。まあいいや、あのこれについてもうちょっと言っとくことないですか、せっかくだから、はい、もしかしたらね、あのですね、もしか見てくださった、はい、あの7月にですね、はい、あの名古屋リニーでバンドセット、この話の流れの美しく着地するところなんですけどバンドセットライブが、あのアルファテールのバンドセットライブがあるんです、7月に。なのであの、うん、あの歌も上手い子もちょっと結構いるんで、もうあのぜひ皆さん見てやってください。アルファテール、はい、ね、アルファテール、スイスな一押しのアルファテール、僕もちょっと聞いて今度感想とか、いや聞くって、あれ一応のこの辺は律儀なんで、はい、必ず聞いて、 よかろうか悪かろうか絶対聞いて感想を言うのは絶対あのバーン26点みたいな感じあのサイトのところに26近くで書いて26とかあのやんないですよ、ね、そうそう、あのでもね、あの見てないかもしれないけど、俺、はい、そのね、あれ嘘ばっかりじゃないですか、まあそうです、ああな、ね、見てないなって、ね、見ても本当ちゃんと聞いてないなっていうのしかないじゃないですか、はい、あの僕はあのそんなことはしませんよ、ちゃんと、まあ、広告代も払う、広告代も払って80点以上にして星5つ
ね、無理やりお金と引き換えに欲しいあげるっていうね。そうですね。ということは僕はしないです。僕はもう自分の感想を思ったことをそのまま、はい、まあ大体いつも映画とかもそうです。僕は自分の感想必ず言うふうに。じゃあもうぜひ7月の、はい、7月の、ね、7月の、はい、名古屋、名古屋です。名古屋だっけ？名古屋リーニー単独です。あ、すごいですね。そうなんですよ。なのでぜひアムちゃん見てる見てないと思うけど見てる。いや見てくださいよ。あ、アムちゃん見てください。で、ね、で感想もよかったらアムちゃんから感想もお待ちしてますので、はい、こんな回、こんな回にしちゃってよかったのかな。いやいい、全然申し訳なさを感じてきました。いや、そういうのは面白いんですよ。あの個人的な話が、そうですね、一番面白いんですね。はい、もういくらでもいくらでもあるんで、なんかもう、はい、ね、この、はい、なんだっけ、なんアルファテイルアルファテイルアルファバセルアルファテイルのアムちゃんの T シャツ、はい、まあ、1枚目紹介します。じゃあ次行きましょうね。はい、はい、ちなみに僕はイージアで一番好きなアルバムもアルファなんで、アルファつながりです。そういうこと関係ない。ぜアルファテイルにはイージア関係ない、ね、関係ないです。関係あったらもう僕ただじゃ済まないぐらい好きですから、大丈夫です。